ュージカル白鸚新海土方歳三編、土方歳三役を演じます久保田英俊です。中止になった、相馬編から数えて6作目となります。今まで6作やってきたことを全てこの土方歳三編で発揮できるように、精神誠意に挑んでいきたいと思います。相馬編から、ここまで土方歳三を演じてきて、実際に生きていた土方さんの、魂を自分の中に宿しながらここまで、やってきた白鸚の作品の思いも全て背負いながら、最後は綺麗な桜の中で散るぐらいに、誠を貫きたいと思います。ミュージカル白鸚新海、土方歳三編、満を持して上演することになりました。僕の出せるものを全て出し切って、これからも新しい歴史を作っていきたいなと思っております。皆さんぜひ劇場にお越しください。ミュージカル白鸚新海土方歳三編、雪村千鶴役の竹野瑠璃です。雪村千鶴役に選んでいただいて、初めはすごい喜びが勝ってたんですけども、こうたくさんの今までの作品とかを見させていただいたり、ファンの方々の楽しみにしている言葉とかを SNS で見かけて、雪村千鶴としてこの作品を素敵なものにしたいなという、そういった気持ちで、もう喜びよりも今はその覚悟の方が大きくなっているので、皆さんと一緒に素敵な作品になれるように頑張りたいと思います。私が貫きたい誠は歌の力です。私は、普段作業療法士としても病院で働いているんですけども、そこでスタッフの名前も覚えることができないくらいの認知症の患者さんがですね、私の歌を聴いて、ずっとあなたの歌すごい素敵だったからもう一回聴きたいと言っていただきました。その時に歌ってこんなにも大きな力になるんだなと感じたので、それからずっと歌の力を信じています。私自身も小学生の頃から幕末、そして新選組が大好きなので、幕末の世界に一緒に行けるような、そんな雪村千鶴になりたいと思います。よろしくお願いします。ミュージカル白鸚新海土方歳三編、沖田総司役北村健人です。今回は演出そして振り付けが改めて、より一層また新しい気持ちで僕自身もそれに臨んでいきたいなと、思っております。僕が貫きたい誠はですね、僕は毎回開幕前と終演後に千秋楽が終わった後に沖田総司のお墓に、お参りにご挨拶に行ってるんですけれども、やっぱりそこに恥じぬような舞台上のパフォーマンスだったり、駆け回る体力だったり、思いっきり剣を振って、その短い短命だからこそそこにこうギュッと濃縮した性というものを、注ぎ込んで演じていきたいなと思っております。それが僕の貫きたい誠です。ということで、皆さんも今回の薄味はなんかこう今まで以上にどんな作品になるんだろうっていうワクワクとドキドキと緊張とあると思うんですけれども、その皆さんの期待を上回るような素敵な作品に仕上げて、皆さんを劇場でお待ちしたいと思っておりますので、また劇場でお会いしましょう。それでは。ミュージカル白鸚新海土方歳三編、斉藤はじめ役の大見翔一郎です。こんにちは、こんばんは。はい、ということでですね、今回は土方歳三編でございますね。どうなっちゃうんだろうななんていうふうに思いの方もいらっしゃると思うんですけど、なんと今回はですね、演出家さんにあの毛利さんが帰ってきてくださるということで、わーと言いながら僕ちょっと初めましてで、もうド緊張なんですけど、どうなっ
ちゃんなら仲良くしてくださるかな、どうなんだろうななんていう気持ちもありますけれどもね、今までみんなでこう築き上げた白鸚記がさらにこうブラッシュアップすること間違いなしでございますね。私演じる斉藤さんも今回どうなるのかななんていうふうに思ってるんですけれども、ぜひぜひ劇場に見に来てください。続いてなんかあなたが貫きたいなんか誠がねありますかって質問が飛んできてるんですけども、まあもうね僕貫きたいというかもう貫き中なんですけど、一日一善ね、今日もね道に迷ってるおじいちゃんおばあちゃんがいましてね、大丈夫なんてこういう話するとお前嘘だろうってなっちゃうと思うんですけど、でも一日一善やってますんで、これをもう引き続き、本番千秋楽終わるまで、貫きたいと思います。皆様もね楽しみにしている白鸚記でございますけれども、もう今回僕もね先ほど言いました毛利さんが帰ってきてくださったりとかね、いつもの仲良しのメンバーで最高のステージを作りたいなというふうに思っておりますので、ぜひ皆様楽しみにしていてください。劇場でお会いしましょう。オミでした。バイバーイ。ミュージカル白鸚記新海土方歳三編、近藤勇役の今田平です。土方歳三編、まあ、僕がもう初演からずっとやってきているもう本当に原点中の原点の、作品にはなりますので、僕の大好きな久保秀君が、ついにあの座長として立ってくれることを本当に心から嬉しく思ってます。彼を支えるべく新たなあの白鸚記を編み出すために、精進してまいりますので、ぜひ期待していてください。そうですね、まあいろいろ考えたんですけどね、まあやっぱり僕が貫きたい誠ってやつはお酒だけはやめられないと思いますので、一生お酒を飲んでやろうと思います。新しい子たちとかそういう人たちとなんかお酒を飲めるような席があったらいいなと思います。新しい人たちだけではなく、みんなで集まって昔ああだったねとかなんかね、日々が戻ればいいなって思ってます。まさにカムバックしてくる、毛利信弘さん、本当に気持ち新たに、作品を作るべく、されてるなと思ってますので、僕らも本当に気持ちを改め、本当にまさに誠を改めるじゃないですけど、新しい白鸚記の時代の幕開けにふさわしい作品になるよう、頑張ってまいりますので、ぜひご期待ください。